シボグモカティニーリは、クモ目の分類群の一つ。徘徊性のクモで、コモリグモなどにやや似ている。日本のものは目立たないが、国外では大きくなるものや有毒種も知られる。寒性域類、煮詰類,類に属する。日本産の種は10ミリメートル程度だが、国外では30ミリメートルに達する大型種もある。全身に毛が多い。褐色系の地味な色合いのものが多い。 東胸部は、卵形から楕円形、中央がよく盛り上がる。目列は4眼二列の8眼だが、前後の列ともに強く後曲するので、上から見ると、前側眼と後中目が横に並び、2から4から2の3列にも見える。後列眼が、やや大きく発達し、前側眼は小さい。腹部は、東胸部と、ほぼ同大で、楕円型など平凡な形。 ふわしはしっかりしていて、それほど長くならない。外見的には、こもり蜘科のものに似るが、目の配列が、こもり蜘科では前列が曲がらず後列が強く後曲するために4.22に見えること。こもり蜘科のものでは、後列眼が,が特に大きく発達することなどで区別できる。系統的には、こもり蜘科は3爪類であるから2爪類である。このトガとは縁が遠い。 徘徊性で地表や低い植物の上などで小動物を捕らえる。昼間は物影などに潜み、夜間に行動するものが多い。獲物になるのは種として昆虫だが、大型種ではカエルやトカゲ、ヘビなど、より大型動物が獲物となる例もある。コスタリカのサビイロシボグモクピーニアスゲタジはカエルを頻繁に襲うという。数時間をかけてカエルを肉団子状にして食う。 ただし、皮膚に猛毒を持つことで有名な野毒がいる類は食わない。獲物を探す場合、前足を上げ、大型種では敵に会った時もこの姿勢で顎をこじして威嚇する。産卵すると、卵を卵嚢にまとめ、多くの種はこれを口に加えて運ぶ。ただし、日本産のシボグモなどでは卵嚢を植物の上などに貼り付け、メスがその上に覆いかぶさるようにして保護する。 外虫駆除などに働いているであろうが、直接的な利害はほとんどない。ただし、有毒なものもある。ブラジルのクロドクシボグモは人間に出会うと蒸気のような姿勢で威嚇を行い、その状態から素早く噛みつき、噛まれたものに大きな苦痛を与えるという。毒性としては神経毒で南米の雲では最も危険とも言われる上、生息環境が人里に近く、 人家に侵入する例も多いという。新旧熱帯域を中心に分布する。ヨーロッパには分布する種がなく、北米にも5種があるのみ。世界に39属480種が記録されているが、熱帯地域については、研究が不十分と考えられる。日本からは以下の3属3種が知られ、このうちでシュボグモは日本全土に分布する、極めて普通の雲である。 それ以外のものについては、しぼぐもかの属種の項を参照されたい。青木監修 P81、青木監修 P80。ありがとうございます。